秋ナンバーブレス4のサイン入り CD、ロストインタイムは、秋のフロムブレス4の1枚目のオリジナルアルバム。2007年11月7日に、フライングドッグから発売された。2005年、ファーストシングル、創生のアクエリオンでブレス4より、ソロデビューを果たした、秋のフロムブレス4の、初アルバム。菅野陽子完全、プロデュースアルバムでもあり、全楽曲にタイアップがついている。 テレビ東京系アニメ、創世のアクエリオンより、2008年度、ジャスラック賞、銀賞を獲得、ミリオン認定曲となった、創世のアクエリオンをはじめとする関連曲を、完全網羅しているほか、新作の OVA、はじめ性のアクエリオン裏切りの翼、ED テーマ、日仏合作アニメ、オーバンスターレーサーズ OP テーマ等、発音喧歌の楽曲も収録されている。また、 アルバム内すべての楽曲の歌詞に愛の言葉が入っている。ジャケットには秋野が背中に天羽根の羽をつけた写真が使用されている。また羽の片方に赤くライトアップが施されており、創世のアクエリオンのオマージュのようになっている。CD ジャーナルはバリエーション豊かな歌声と引き付けられる表現力を発揮したフレッシュなポテンシャルあふれる一枚。 ダイナミックなアニメの作品感そのままを再現している、と評した。累計売上枚数、2.5万枚 CD 創生の、アクエリオン、4時44分にて15歳、4時46分、チャンスツーシャイン、5時45分荒野のヒース、5時44分、ゴータイト、4時41分プライド嘆きの旅、4時36分、スワシ、4時55分ジェネシス・オブ・アクエリアン。 3時12分、今まで、ブレス4の一員として活動していましたが、今回、初ソロアルバムをリリースすることになり、一人として歩むことへの不安がいっぱいありました。しかし、それ以上に目には見えない、素晴らしい経験をすることができました。今の時代、若者に限らず多くの人が将来に不安を持ち、人生に目標を持つことができないでいます。静かな時間の中で、この、 ロストインタイムを聞いて、自分の大切さを知り、前向きな夢と希望を見つけ、明日への元気を取り戻してくれたら嬉しいです。秋の、ロストインタイムブックレットよりアルバム内の受賞曲、パフォームドバイ秋の2007年12月14日、本作の発売を記念した、シークレットライブが開催された。秋のフロムブレス e 4ロストインタイムフライングドッグ。2020年9月3日へずらん。 アクエディオン OP テーマが話題の秋の菅野陽子作曲のアルバムを発表。セディジャーネルニュース。2020年9月3日閲覧。秋のフロムブレス4ロストインタイムセディジャーネル。2020年9月3日閲覧。ありがとうございます。